マリーナバレッジっていう人です。こっちが海なんですね。この色出ますでしょうか。シンガポールは水がない、資源もない。そしてこの水をろ過して、水を飲もうということだそうです。逆側の水はこうなんです。汚いんですね、川。そしてこちらが町になります。この色の違いが出ますかね。海、不思議な便器なんですよね。日本には洗面台もこんな感じ。ビルの地下にある小綺麗な食堂、食べ終わるとこういう人を片付けてくれます。メニューはこういう感じ。3ドルから6ドル。ああ、やめる。ラーメン屋さん5ドルで70円、すごい。350円ぐらいです。昼が1食350円から500円。月収が100万から200万ぐらいの方が多いそうです。月に10から15万円の収入。こんなのと、インド人街の